ウェオオークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。前田優吾投手2軍初先発、5月8日2軍早手戦にてね、2軍戦初先発の方を果たしました。前田優吾投手はね、前回登板がね、4月28日の3軍戦ですね。まあ、この時はね3回無失点というね好投だったんですけども、今回ね、2軍での先発ということでね、非常にこの注目度が高い、試合だったんですけども、まあ、見事にね、結果の方を出してくれました。まあ、球数制限が50球というね、こともありまして、4回と3分の2イニング投げましてね、1失点というね、結果でございました。まあ、見ていたね、印象としましてはね、まあ、今回ね、まあ、シュールスタジアムということでね、タマスタとはね、違いまして、やはりこう、マウンドがね、非常に柔らかかったというね、影響もありましてね、ちょっとね、コントロールの方が不安定だったというね、感じだったんですけども、まあ、それでもね、しっかり1失点に抑えたというところと、まあ、本人のテーマだった、ストレートでね、どれだけ押していけるかというね、ところなんですけども、まあ、そういう部分でね、非常にストレートの割合が多かったね、中で、1失点にまとめたというのはね、高卒ルーキーとしてはね、非常にいい結果だったんじゃないのかなと思いますし、非常にここまでね、前田優吾投手順調に来すぎてるんでね、ちょっとね、本当に良かったなと、いい結果で終われて良かったんじゃないのかなというふうに思います。この試合のね、最速はね、球団公表では145キロだったということでね、まあ、少しずつ投げるたんびにね、まっすぐの精度という部分もね、上がってきてるんじゃないのかなというふうに思いますし、まあ、本人がね、テーマにしている、まあ、最大のね、部分がやはりストレートの球威という部分だったんで、まあ、そういう意味ではね、ある程度ね、コースに行けば、バッターをね、抑えられるストレートをね、投げてるなというね、そういう印象もありましたんで、まあ、このままね、順調に、まあ、2軍の方、また3軍の方でね、まあ、タイミングがあれば、先発登板の方で、まあ、経験を積んでいくというね、形になるとは思うんですけども、やはりね、まだ1年目ということでね、非常にこの怪我が怖いというね、ところがね、ありますんで、ぜひね、前田投手、まあ、その辺もね、慎重に、まあ、実戦でね、しっかり結果残してるっていうのはね、素晴らしいことなんですけども、やはりね、怪我したらね、まあ、長くシーズンを棒に振ってしまいますんで、まあ、そこをね、どれだけ、まあ、体のケアとかね、試合以外の部分でね、こう防げていけるかというのがね、やはり前田投手の今のね、もう一つの課題なのかなというふうに思いますんで、やはりこう最短でね、一軍に上がっていくには怪我をしない体ね、こう作りながら、まあ、登板の方を重ねていくことがね、大事だと思うんで、まあ、次回登板がね、今のところ未定ということなんですけどもね、ぜひね、まあ、怪我なく次のね、先発登板に備えてほしいなというふうに思います。本日の動画は以上でございます。